ティルドリンとは元来1948年に J. イハイマンと C.O. デンバーによって殺虫剤として製造された塩素化炭化水素の一つ。ティルドリンはナフタレンを基本とする環状構造を有する。アルドリンが動物体内あるいは土壌中でエポキシ化されることでも生じる。エンドリンとは立体生態との関係にある。農業用としては野菜の売り場へ。 ネギハモグリバエや大根シンクイムシ、ジャガイモのケラ、カジュのブドウカミキリムシ、ミカンハモグリがノクジョに有効で、日本では1954年6月3日に農薬登録を受けた。1971年に土壌残留性農薬に指定され、松食いムシをはじめとする樹木害虫に用途が限定され、1975年6月1日に農薬登録が執行した。 1978年10月に、羊毛製品の防虫加工としての使用が規制され、1981年には、化学物質の審査及び製造等の規制に関する、法律による、特定化学物質の指定を受けてシロアリ駆除や、合板の防虫加工などすべての用途での製造、販売、使用が禁止された。毒物及び劇物取り締り法により、劇物に指定されている。 半数値資料は、ラットへの蛍光投与で 38.3mgkg、マウスへの蛍光投与で 24mgkg、ラットへの経費投与で 56mgkg。人体の中毒症状としては頭痛、めまい、嘔吐、意識消失、肝、腎障害などがある。日本では1969年に、ディルドリンと BHC を含む、 ゴキブリ体重用エアゾール製品を使用した男性が歩行困難やめまい、全身のしびれなどの後遺症が残ったとしてメーカーと国を相手に損害賠償の訴訟を起こしている。ありがとうございます。